サバスデーポイントの戦いは、1757年7月23日に、ジョージ湖沿岸のサバスデーポイントで起きた戦闘である。約450人のフランス軍とインディアン、同盟兵とが、海兵隊のエンサンド・コルビエール式の下、植民地民兵中心の、ジョン・パーカー率いる350人のイギリス軍に、奇襲をかけた。フランス側は、相手の作戦を知っており、 彼らが、バトーで湖岸に近づくのを待ち伏せていたのである。この確定的な敗北で、イギリスの戦死者は350人中160人にも、上り、後の兵も、捕虜となった。フランス軍は、報告によれば、継承が一人だけだった。1757年3月、ジョージ・コハンのウィリアム・ヘンリートリでは、フランス軍に4日間包囲された。しかし、 フランス軍は満足な物資や砲兵の支援もなく、さらに3月21日は周囲もよく見えないほどの吹雪で攻撃ができず攻略は不可能となり、包囲戦は中止された。しかし、包囲自体は失敗に終わったもののジョージ湖岸に停泊していた300隻もの船や小型の軍艦、製材所や別島の多くの建物を破壊して行った。 フランス軍の退却により、ジョージ・モンロの指揮下にあるイギリス軍は勝利を主張した。確かに、フランス軍は取りこそ奪えなかったが、多くの船を破壊したことで、モンロは、フランスやインディアンの動向を探るための、偵察隊を出動させることが不可能になった。船を失ったこと、人員不足、そして愚かで、規則を守らない兵たちは、 砦の外の巡回と偵察と出て一杯で満足のいく、諜報活動を行うことができず、モンロはかなり不安を感じていた。ウィリアム・ヘンリー・トリデ一方で、フランス軍からの報酬であるブランデー、銃、弾薬、そして衣類にやる気を起こしたインディアンたちは、この年の春から夏にかけて、カリオン・トリデから南にあるウィリアム・ヘンリー・トリデへ突撃隊として、赴き。 鳥出の壁を乗り越えて、歯向かおうとする無謀なイギリス兵たちを拉致し、逃避を剥いだ。モンローは、フランス軍の情報を欲しがっていたにもかかわらず、インディアンたちの襲撃に応じることもしなければ、補強部隊が来るまでに、フランスの動向に関する機密情報を得ることも、ほとんどやらなかった。彼は、また、何ヶ月も前に、 フランス軍に壊された建物や船の再建にも急ぐそぶりを見せなかった。6月、ニューヨーク、ニュージャージー、そしてニューハンプシャーの3植民地の民兵がダニエル・ウェッブが駐屯するエドワード・砦から送られてきて軍の補強が完成した。フランスの情報が欲しくてたまらない上に軍も補強されたため、モンローは行動を開始することにした。モンローは 事実上の戦闘経験がないため、危険を犯して、強行偵察を行うことにした。まず使える船をすべて集め、約350人の兵をその船に乗せて、ジョージ湖の北のフランス軍の支配地域へ送り出した。モンロ本人は、その地域についてほとんど知識がなく、この偵察に関しては、大佐のジョン・パーカーに指揮を任せた。パーカーは、 到着したばかりのジャージーブルーズユニットの指揮官だった。パーカーの召喚隊は、ジョージ湖の西、ウィリアム・ヘンリー・トリベの北約20マイル地点のサバスデー・ポイントに上陸することに決まり、先発隊の2隻が7月20日に出発して、主戦力は翌7月21日の未明に出港した。しかし先発の3隻は、フランスの石膏に見つかり、21日に、 約450人のフランス軍とインディアンの同盟兵が乗った船がエンサンとコルビエールの指揮の下カリヨントリデから迎撃に向かった。待ち伏せしていたフランス兵はインディアンたちが先発隊に尋問を浴びせ民兵たちにイギリス軍の上陸予定地を答えさせた後彼らに襲撃を加えた。フランス軍の作戦は成功した。 重兵たちがサバスデーポイントの岸に沿って配置され、50隻のカヌーに乗っていたインディアンたちは、その反対側へと姿を消した。カリオントリデから望むデフィアンス3とジョージコ7月23日の早朝、パーカーの主力部隊は、フランス軍が先発隊を迎え撃ったこと、上陸計画を聞き出したことなどは、つゆ知らぬまま、サバスデーポイントへと近づいていた。 騎士に近づいていたパーカーの兵は、1日早く出発した先発隊の船を見つけ、何ら問題はなかったのだと決めてかかっていた。この3隻は、フランス軍とインディアン兵が騎士に近づきつつあるイギリス兵をおびき寄せて、罠にはめ込むための格好の囮りだった。イギリス兵が射程に入った時、士の兵の銃剣の音が鈍く響いた。 同時に、インディアンたちが湖に飛び込み、水中に潜って、イギリス軍の船を2隻だけ残して、あとは皆転覆させ、あるいは占領した。湖の中では、多くの民兵が槍で疲れたり、溺れてたりしていた。勝負の見えた、この戦いはあまりにも一方的で、民兵たちは恐れをののき、圧倒されて、一発も銃を発射できずに降伏した。 パーカーを含む100人ほどがかろうじて難を逃れたが、350人の兵のうち160人が溺死、もしくは戦死した。フランス軍は生き残ったイギリス兵をカリオントリデへの帰り道に捕虜とした。パーカーは幸運にもフランス軍の攻撃は逃れたものの、ウィリアム・ヘンリートリデまで木や下草が入り組んだ雑木林を 残された兵を連れて通らなければならなかった。フランス軍は捕虜たちを力ずくで船に乗せ、北を目指した。戻るまでの、道すがら、彼らは、民兵から奪ったラム酒を飲んで、歌いまくっていた。カリオントリデでは、インディアンたちが、ラム酒のせいでヘベレケになり、哀れな捕虜の肉を茹でて、口に押し込んでいた。モンローは、湖の北の、 多くのフランス兵の存在を知るのに、かなり高い代償を払った。この勝利に気を良くしたフランスは、二つの部隊を、カリオントリの南へと派遣した。一つは、ジョージ湖に漕ぎ出し、もう一つは密林を伐採して、道を作りながら、湖の西岸へ出た。サバスデーポイントで、かなりの兵を失ったため、イギリスの反撃には、両軍ともほとんど合わなかった。 このフランス部隊の目的は、ウィリアム・ヘンリー・トリデだった。そして8月3日の朝、フランス軍は湖を南下して、ウィリアム・ヘンリー・トリデから見える場所に、滑るように入ってきた。ウィリアム・ヘンリー・トリデの戦いが始まろうとしていた。ありがとうございます。